あれ、ネロちゃんミーティング待機だったんで、いや、僕おりましたね、治らなかったんで。ああ、ネロちゃんか。あのボタンの下にいた。だからボタンの下に行って、治らないから、なんか、ナナコさんとすれ違ったんだけど、ミーティング登るときに。すれ違った。全然治んないから。こんにちは。は？はい、はい、じゃあ。エボハグ。はい。はい、それ。はい、皆さん、お正月ボケしてないですか？ピリッと行きますよ、ピリッと。はい。はい、行きますよ。よく言うな、おい。行きますよ。別に引きずるわけじゃないけどさ、昨日も、まあ、剣心引いたけど、高田村、はいはい、昨日が初村やったやん、はいはい、今年の2020年。そうね。で、さっきの試合があの初インポスター勝利です。あ、昨日はじゃあ勝ってるのか。そうそう。そっか。昨日ちゃんとね、完封したんでね。完封したんで。新年一発目。いや、さっきの勝ちと認めません。いや。ない？いや、俺の本年初勝利もこれでいっちゃおうかな。いいよ、気合入ってるよ。あ、七子さん初手ボタンか。そうだよ。なんでいけないんだろう。ちょっと今、ゲンさん怖かったな。いや、なんかゲンさん怖いのちょっとわかる、ちょっとわかるな。なんで今ちょっとエンジン割れ、怖かったの。ゲンさん、エンジン？ゲンさんかな。キッチンからエンジン行ってます。まあ、それはそう。なんだこれ、みんなのリアクション。でが人多すぎるな。つい。早いね。気合入ってんね。コミダウンロードしたらコミ来たからすぐ出しました。あ、コミサボ鳴らしてなさそうなやつだな。そうだね。白いなこれ。いや相方悪いよ。うん。ドア閉めなくていいわ。ドア閉めることによって鳴らさなきゃっていう、鳴らさなきゃいい、あれしなきゃっていうのが出てくるから。あ、マジ？マジ？うん。始めは消しに行くか。いや、マジか。あら、あら、エレクトリカルの6あたりをす、6から9いったあたりで光ってるから、多分5あたりで死体があるはず。あ、マジで？うん。不動産いたな。あ、金沢目線と俺ってどうすか？怪しいよ。あ、そうなんだ。俺リポートはしてないです。そのままスルーして、まあいいやと思ってポチタスク行ってるけど、結局ポチタスクできてないから。うん、エレキ誰がいたとかある？不動としかついちゃってない。通ってます。僕も通ったな。うん、セキュリティ抜けましたっけ？お二人って。セキュリティ抜けました。うん、藤宮明也が、セキュリティ抜けたタイミングで、工藤丸さんと4番ですれ違ってますね。うん。その後俺がメインに上がってるんで、で、坂野さんとすれ違ってる。ごめん。違うわ。多分ね、8で死体があるはず。7、4、5、6、9っていうルートで行けるはずなの。うん、行けます、行けます。だから、8でしかないわ、多分。俺今回8タスクは行ってないのは多分工藤さんから証明してくれるかな。メイン降りて石油に行ってる動き。石油に行ったら覚えてます。やってから石油行ってるんで、
あ、じゃあ大丈夫か。まあそうね、基本的に宮さんは難しそうかな。一応僕がアップロードしてる時間があるんで、その間はあれですけど。藤宮って俺の後ろにいたってことか。僕視点でほぼ宮さんと並走して、一緒にエレキから石油に入って、アップロードが終わって出てきて、最後宮さんをテープタスクで視認してます。一応今回貨物側からおそらく行けなくて、途中までドア閉まってたんですけど、ふた藤宮が開けていて、で基本貨物にいたんだけど、停電直したの鬼貴？いや僕じゃない。鬼貴じゃない。ハユリです。あっ、です。一応二坂くんキッチン脇で初手展望来てるので、おそらくキッチンセキュリティエレキの順で入っていってると思う。まあ、キッチン脇ってさ誰いた？ちなみに。俺と二坂くん。弁当でもない限り鬼貴のキルは厳しそうかなと思ってました。はい。カメラ4秒ぐらい見たけど誰も映んなかったです。ちゃっちゃっちゃっちゃ。7個ってどこ脇？エンジン脇でそのまま武器庫の10タスクを終わらせて、キッチンのハーバーカータスクやってるところを最後ブリチャーに見られてる状態なので、うん、それは見てる。はい。エレクトリカルはたどり着けない位置です。ネロちゃんって貨物のドアを塞いでるんでしたっけ、下のドア。いや、塞いではないんですけど、基本的に貨物にいたので、停電中に抜けるか、弁当以外は貨物側からはエレキにはいけないかなと思ってます。ってぐらい。入れてます。7個の経路短い気がしてならないんで、うん、いやーダメなとこ行きちゃったかね、工藤さん。これは厳しそう。サバー任せる。はい、はい。工藤さんの現行犯確認です。七子さんの現行犯ですね、これね。工藤さんって俺入れてる。工藤さんって右直してなかったですか今。いや、右で発見ですか。あ、右直しましたよ。はい。お肉の位置は、お肉の位置は左で、ブリちゃんが切られているのを左の、あの、あ、いや工藤さんっぽいの。右直してんの見てから俺左向かってたんで。はいはいはい。来た後急いで弁当に戻ろうとしてるところを確認っていう。あ、なるほど。え、七子はどっから発見したのそれ。俺はあの普通にエンジン宿舎って入ってって。ああ。ちなみに工藤さんってミーティング所定、宿舎脇でミーティング上がってなはずだから、まあいるよねそこら辺。あ、分かった。うん。さっき3秒入ってましたけど、僕と明夜さんとあと1人は。ハイブリさんじゃない？うん。で何なら入ってる。うん？なんかさっき工藤さんに言った人？うん。うん、あ、僕です。あ、お兄貴。なんか七子さんじゃもう一人なんかなさそうだなって感じしますけど、ね。確かに。うん。ローケロ めちゃくちゃ短いんだよな、ただ俺視点。でなんか僕目線藤宮も結構白く見えますね。俺もエンジン脇でコクピットタスクダウンロード終わったら武器庫の中に七子がいて、何してたんだろうってなっちゃったから。タスク遅うてすいません。いや相当よ。うん。左湧きすぎだな、マジで。はい、あら、はい、誰が直したんですか。奈良子さんじゃないですか。いや多分剣士が直してると思う。俺直してないよ。僕が展望で直してます。藤井はそこまでいった。結構歩けた、うん、結構歩けた記憶ある。あれネロちゃんミーティング待機だったんじゃない。いや僕降りましたね、直らなかったんで。あーネロちゃんか、あのボタンの下にいた。そう、ボタンの下にいて直らないから、なんか奈良子さんとすれ違ったんだけど、ミーティング登るときにすれ違った。全然直んないから
なんか怪しいなと思って、普通にビニール。7個ミーティング降りてぐるーって回ってきたってこと？そういうこと、ミーティングルームから宿舎前、エンジンルーム、メインホール、シャワー、アーカイブ、リアクター、右。あ、ヌー、そのぐらい時間。ヌー、右なんだ。ヌーは右、俺が乗ったから。パタパタできなかった。そう。なるほどね。え、高橋さん、手で直しないの？俺、だから今、手で直しに行こうとしたら手で直ったってこと。あ、ヌーの。ヌーンは、いやもうだいぶ、初動が宿舎脇で、ヌーンを左から右に寄せて、タスクやってて。なるほど。うん。あと、先に言っとくんですけど、シェリフです。はい。おい。おい。了解です。うん？え？え？やるね。どうしよっかな。磨きに行こうか。あれはマットではない。ウジミヤー、はい、ウジミヤの死体が暗室の中で死んでます、ね、あ、やっぱそうだよな。ゲンさんめちゃくそ怪しいです。理由は、え、あれどっから来ました？ミーティング、あ、ボタン使ってましたっけ？あ、そうなんだ、はい、あ、まあ、でもお肉消したのが私です。畑底さんキルの日に、私はミーティングなんでできないっていう感じでした、うん、魚さんがレポートがエレキで光ったっていうとこから始まってます。なるほどなるほど。あ、ごめんなさい、なんかボタン鳴らさずに普通に宿舎の左、はい、右ドア閉まったのを左開けて入ってきて、え、なん、あ、そう見えたんですね。そうだから怪しいなと思ってついてってました。ヌーン乗って乗ったのは誰ですか？このターンがゲンです。昇降機右から左に移動してます。あ、そういうことなんですね。七子さんはどこ行った？はい、昇降機右で停電確認した後覚えゲーにいます。茶碗の、うん、茶碗の覚えゲーが、あの覚えゲー出た後今はメインホールのあのルのルの下のところ。俺の後ろにいるってこと？真ん中、左から2番目、一番左上がって、最後右が上がって直った、停電は。高田さんは？俺ですか？俺はメインホールの通路の糸の間です。序盤、あれやってましたよね、エレキのガチャガチャ。エレキのガチャガチャやってて、ね、で、まあ、移動ちょっと説明すると、エレキから出て、アンスト前通ったあたりで一瞬光った気がしたんだけど、勝ちタスク、メインの左の、ベントの部屋の勝ちタスクやって、光ったよなと思って戻ろうとしたら、レポートが入ったから。ちなみに、バイタル見た感じだと、あの、5、6秒前にはもう死んでた。はい、はい。七子さんの停電情報はあってはいますね。僕が貨物で直したんですよ。あのアーカイブラウンジで奈良子さんと別れてから、多分奈良子さんそれ昇降機右行ったってことだよね。そう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 。タスクはもう行けると思うんで釣らなくていいと思っていて、あと2日ぐらい前の情報ちょっと出したいんですけど、工藤さんに入れた表を洗った時に、あれ私も入れてたんですよね、思い出したんですけど、なので私竹雄さんと情報が違えちゃいますので、竹雄さんのシェリフ仕様を疑わなきゃいけないなっていう立ち位置に今なってます。とりあえずね、俺がインポスターじゃない場合は、ベン、どうだろう、エレキに誰も来てないのと、あとメインの左側の扉を閉まってました。はーい。釣られねえか。いいね。ボタンはねえだろうから、もう、ドア上げっぱでいいね。ああ、左切らないとこれか。困っちゃいましたね。左で切らないと勝てない。
エンジンのど真ん中です。で、メイヤーはできないです、とりあえず。上っすか下っすか通路っすか、あの、もう通路のエンジンの、なんていうの、あの T 字のところの、本当あの、ど真ん中、湧く場所というか、ど真ん中。米沢を直した後に、エンジンルームと並行して、原産と歩いてたので、その間までは生きてるから、その後だね、多分死んでるとしたら。米沢治った後に死んでる。並行して歩いてるんだとおかしくない、そこで死ぬの。だって、あ、だからおかしいなとは思ってるんだけど。真ん中で原作が止まったことになっちゃう。あ、いや、多分ね、あれだよ。あの、もう、タスク終わってるから、多分そこで待機してんじゃないかなとは思ってる。あ、まあ、そんなことをしててもおかしくないようなぐらいど真ん中です、本当に。まあでも、原作が対抗してた鬼木は、多分、あれになるよね。僕は、バチクソ浮いてますけど、ずっとエレキなんで。高菜さんは、怪しい位置ではあるよね。いや、めちゃくちゃ怪しい位置よ。でもね、俺怪しいちゃんだけど、工藤丸との件で疑われる必要ないなと思ってるんだけどな。なんかそうだっけ。え、だって工藤丸の、まあ、初手つったのそうっすよね。そうそう、初手の工藤丸の権限かけたのって俺であり、しかも、うん、死体スルーしてるのをわざわざ上げてるのね、死体位置を、うん、正確に。で、工藤丸つってるんでしょ、みんな。まあ確かにね。まあタスクは終わってますけど、うん、終わってます。同じく、もうとっくに終わってる。誰だろう。僕がエレキのタスクまだ終わってない。ちょっとありますが、急いだら終わります。1分半で終わります。1分半あったら終わる、絶対終わる。じゃあ大丈夫じゃないですか。多分30秒もあれば終わる。あとに、ね、2箇所で終わりなんで。はい。え、コミサバって魚と何、え、コミサバだったっけ。コミサバは俺が最速で直していて、その後に原産と合流したみたいな形だね。で、俺が宿舎前通路からミーティングルーム登った時に、メイヤと高田健志がなんか意味不明なことやってたから、ボタンを押そうか迷ったんだけど、もうボタン押さなくていいやと思っていたから、もうそのままスルーして、もう一回降りたら、リポートみたいな。まあ、確か。それだと、なんか、コミサボの中でクール上がってそうな感覚ある。ああ、確かにね。うん、なんか、切る位置が、もうちょっと、コミサボ寄りになりそうな感じがある、魚だと。見つかりにくいところで切りそうみたいな。そうそうそう、わざわざ。ど真ん中までプール上がってる状態で引っ張る。ミーティングにいたのが目当たかね。はい。あ、オッケーオッケーオッケー。とりあえずなんか50秒くらいでボタンなんなかったら撃ちます。おい。誰撃ちます？その場合。近くにいた人？近くにいた人。あ、はい。うん。鬼探して。いると思わないとな。こんにちは。は？意外と早く終わりです。あら、そろそろ。あいつ。ネロちゃんなんだ。鬼木マットか。うん。僕マット。早めさんっていつ死んだ？初手？あれ？いつだ？リアクターって工藤くん釣るときに工藤くんに切られてる。うんうん。あ、左直してるとき。ああ、そう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 。はいはいはい。ネロちゃん確かに何にも無の状態だった。確かに。なんか特に何も考えてなかった。潜伏してたもんね。うんうん。